石川さん、昨日から東海では非常に激しい雨が降り続いていますね。そうですね、まあ、こちらにある通りですね、河川もかなり増水しているといった状況ですけれども、はい、まあ、引き続き東海地方中心に雨が、降り続くということになります。はい、これまでのですね、降った降水量、24時間降水量ですね、見ていきますと、特に愛知県、静岡県で、まあ、300ミリ超えといったところですね、かなりこれまでに降った雨が多いということで、土の中の水分量も多くなっているということになります。はい、こちら見ていきますと、特にですね、愛知県の山間部から静岡県、まあ、山間部中心にですね、赤や黄色のエリア拡大して広がっていますけれども、雨の降り方はだいぶ収まっているところはありますけれども、まだ土の中の水分量がこれだけ多いということは、まあ、引き続き土砂災害の危険性が高いということになりますので、雨が少し収まった後もですね、少し注意が必要ですね。はい、雨が弱まったタイミングでも崖や急な斜面には近づかないなど、危険な場所から離れていただいて、土砂災害に警戒が引き続き必要です。